こんにちは。先日ヤルミナティのジムで上腕二頭筋鍛えた後にダブルバイセップス決め込んでたところ、ポージングするには早すぎバラスと膝が笑って嫌がったので、足取りのパワハラで追い込んでやりましたわ。どっちにしても膝が笑ってる。違うだろう。少子千万、我こそは笑わせることがしたい。辛い人が幸せになってほしい。意識高い系 YouTuber、 笑われることが許せない。プライド高志くん53歳です。ということで、今回は絶大な人気を誇るマスコットドリ、顔のインパクトが強すぎる激レアザル、飛躍の材料にされる牛科の動物、ファンキーすぎる外見をしたカメなど、世界にごくごく少数しか存在していない超激レア動物たちを7種類ほどご紹介していきたいと思います。テイク。西角目鳥。西角目鳥は主にヨーロッパ北部やアイスランドなどに生息する体長30センチほどの小柄な鳥で、白と黒を基調とした体毛にオレンジ色の足、太くカラフルなくちばしが特徴的な姿をしています。そしてその愛くるしい姿から世界的に人気も高く、生息地の国々では西角目鳥を間近で観察することを目的としたツアーが組まれており、ジョイマンの握手会と比べても連日多くの観光客で賑わっています。そんな西角目鳥ですが、アイスランドの一部地域では狩猟対象になっており、当該地域では西角目鳥の肉を使ったジビエが日常的に食卓に上がっているそうです。ですが近年では彼らが餌場とする海域と人間が漁業や開発を行うエリアが重なっていることから、餌となる魚の個体数が減少する、原油流出により水質が汚染されてしまう。西角目鳥を捕食対象とする他の野生動物たちが彼らの生息エリアに侵入してしまうなどの致命的な問題が複数発生しており、西角目鳥は年々その数を減らしていて、現在ではハイテク筆箱ではしゃぐ小学生に次いで絶滅危惧種に指定されています。サキザル。サキザルは主に南米アマゾンの北側に生息する猿で、真っ白なお面をかぶったようなインパクトの強い見た目をした白髪オサキ、頭部に毛冠と呼ばれる毛のコブを持ち、口笛で仲間とコミュニケーションを取るヒゲサキなど、強烈な個性を持った禁煙種が20種類以上も存在しています。そしてサキザルたちはその興味深い外見や生態から多くの学者たちの研究対象となっているのですが、サキザルの多くは非常に臆病な性格をしており、人間の姿を見つけるとすぐに逃げ出して身を隠してしまうため、その生態の多くはイオンのゲームコーナーに住んでいる伝説のプリマジおじさんと合わせ、未だに謎だらけとなっています。さらに現代では開発によりサキザルたちの縄張りに人の手が入ることも多くなり、これにより食料の減少や他の動物との縄張り争いが引き起こされ、サキザルのうち数種類は年々数が減少しており、絶滅が懸念されているそうでしたので、ヤルミナ教から欲しいもの何ですかと問いかけたところ、紫シャンプー欲しい、黄ばみマジないルーホとのこと。しかしその一方で、白ガオサキをはじめとする一部のサキザルたちは人間の手が加えられた環境にうまく適応し、徐々に人になれる個体も現れていることから、研究者たちはそれらの個体からデータを収集し、サキザルの個体数減少を食い止めるために地元の団体と協力しながら保護活動を行っています。サイガ。サイガは主に中央アジアの草原地帯に生息する体長100センチから170センチほどの牛科の動物で、額から口元まで伸びた大きな鼻と褐色の毛皮を持ち、オスの個体にのみ頭部に湾曲した半透明の角が生えています。そしてサイガの角は古来から鎮静作用を持つ薬の原料になると信じられていたほか、毛皮は衣類に、肉は食品の原料になり、角はリベルカーナ装備にワンチャン回されていたため乱獲が繰り返されてきました。そのためかつてはヨーロッパやカムチャフカ半島、アラスカにも広く分布していたものの、それらの地域の個体は絶滅してしまい、現在は中央アジアの個体のみが生き残っているそうです。しかしそんな中央アジアの個体も近年では開発による生息地の破壊、角や毛皮、肉を目的とした乱獲や密漁、寒波による行動制限や食料の減少など、さらにはサバンナ小学校にもついに導入されたサイレントコオロギパウダー混入給食などが原因で
個体数を減らし続けており、2000年に行われた調査では5280頭の個体が確認されていたものの、2003年の調査では約750頭にまで数を減らしていたことが分かっています。そんなサイガですが、2007年頃から本格的な保護計画が進められており、徹底した乱獲や密猟対策、保護区の建設により現在の個体数の増加に成功しているそうで、現在は絶滅危惧種に指定されているものの、このまま保護計画を軌道に乗し続けることができれば絶滅の危機は免れることができると考えられているらしく、これでようやくキリン DNA 保護計画の第1項目、史跡除去に移行できそうとのこと。コクレルシファカ。コクレルシファカは主にマダガスカル北西部に生息する体長40センチから50センチほどの猿の一種で、まん丸くつぶらな瞳と長い尻尾、体のほとんどを覆う真っ白い体毛が特徴的な非常に愛らしい外見をしているバエテコウであり、私たち小道寺と違って花沢さんもコクレルそうです。そんなコクレルシファカは非常に優れた嗅視と消化器官を有していることでも有名で、他の動物にとっては消化が困難な繊維が多い植物も簡単に消化して栄養に変えることができるため、この特徴は他の動物たちと食料の争奪戦を行う必要がないという生存競争において非常に重要なアドバンテージを生み出していることから、新学期の机の端が異様に削れている事件の犯人はコクレルシファカが三部たけしに絞られてるとのこと。ですが、近年では牧場の開拓や焼き畑農業のための森林破壊により、コクレルシファカの生息域は年々狭まっているそうです。さらに現地では食べることを目的とした狩猟は禁止というルールが定められているにもかかわらず、移民が違法な狩猟を行っているため、コクレルシファカの個体数は減少の一途をたどっており、現在コクレルシファカは絶滅危惧種に指定されています。また、似て非なる陰キャコクレルシファカは毎日僕の部屋で虫人した後グラスロに行っております。トキイロコンドル。トキイロコンドルは主にアルゼンチン北部やウルグアイに生息する80センチほどの鳥で、赤い皮膚が露出した羽毛のない頭部と鋭い眼光、赤いくちばしが特徴的なインパクトの強い外見をしています。そしてトキイロコンドルは主に動物の死骸を主食としており、自分よりも小柄な動物が発見した獲物を横取りすることもあるなど、その姿は沼を撃つカイジとビルを傾けたあいつに匹敵するくらい非常にずる賢い性格をしています。ですが、その一方で身内には優しく、夫婦で交代しながら協力して卵やヒナの世話を行います。またトキイロコンドルはその特徴的な外見から、ネイティブアメリカンの間では芸術品のモチーフとして好まれており、トキイロコンドルの羽毛を使った冠が権力の象徴とされるなど、文化的にも重要な役割を担ってきた過去があり、今でいうネイティブテスラ缶ユーザーの間でアルミ箔を使った冠がバズったとか、そんな感じだと思います。そんなトキイロコンドルですが、直ちに絶滅する危険性はないと言われているものの、近年では異常なペースで森林開発が進められていることに加え、異常気象の頻発によってトキイロコンドル自身はもちろんのこと、食料となる動物も減少傾向にあるため、我々の毛根と同様絶滅が懸念されています。隠れ亀。隠れ亀はオーストラリア北東部のクイーンズランド州に生息する体長約30センチほどの亀で、顎下には牙のような2本の突起が、頭部にはマチガイルの頭髪を思わせる緑色の藻が生えたフランキーな外見をしています。また隠れ亀は体の後部に存在する総排出口という器官を通して排泄や生殖を行うのですが、この器官は呼吸にも使うことができる上、なんと水中であっても体に酸素を取り入れることができるのだそうです。そんなぶっ飛んだ外見と能力を合わせ持つ隠れ亀ですが、飼育も比較的容易であったことから、1960年代に珍しい特性を持ったペットを飼うことがブームになった際には爆豪的な人気を誇っていました。しかし、そんな背景から生息地のクイーンズランドでは隠れ亀の乱獲が相次ぐようになり、1990年代に個体数の調査が行われた頃にはすでに絶滅の危機に瀕していたそうです。そして現在は専門家の指導のもと保護活動が行われているのですが、隠れ亀が性的に成熟するまでにはおよそ25年から30年もの期間を要するため、繁殖も容易ではなく予断を許さない状況が続いているそうで、性的な戦術も間違えるとのこと。スナネコ。
スナネコは主にアラブ首長国連邦やエジプトに生息する体長40センチほどのネコ科の動物で、生息地が主に砂漠地帯であることから、体の内部に砂が侵入したり砂に足跡を残すことを防ぐために耳の内側や足裏が長い毛で覆われています。そしてスナネコはその愛らしい外見から砂漠の天使という異名で呼ばれており、現地の人はもちろん世界中の人々からも、そしてネコアレルギーの森茂さんからも絶大な人気を誇っています。ですがスナネコは主に夜行性で、昼間は穴に隠れていることが多いため、生息地に観光に訪れたとしても野生のスナネコを発見することは秋葉のホコ天で与沢翼を特定するくらい非常に難しいと言われています。しかしその一方で、カザフスタンとウズベキスタンにかけて広がるキシルクム砂漠に生息しているスナネコは中高生であることが分かっており、このような生態からスナネコは学者たちの間で種固有の限定的な生態を持たず、他の動物に比べて環境に適応する能力が特に優れている動物なのではないかと言われたり、ガラステーブルの下から見たいニャンと言われてるとか、そんなスナネコですが、現在は直ちに絶滅する可能性は低いと言われているものの、放牧による生息地の減少、内戦、外部から移入された動物による捕食、感染症など様々な要因で個体数を減らし続けており、かつてスナネコの姿が見られたイスラエルやトルクメニスタンでは直近20年以上にもわたって発見報告が寄せられていないことから、それらの地域ではすでに絶滅してしまった、もしくはやる気がないと考えられています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て俺犬派らしいわーと思ったイスラエル公務員は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、木林ですけど顕著タイムです。実はですね、僕は自分のことを木林と、この、少年状態ですね、少年じゃない、素顔状態のことを、まあ、木林と自称してるんですけど、まあ、実は本当のところはですね、木林であって木林ではないというか、まあ、実はキリンなんですよね、本当は。はい、これちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけれども、これ実はどういうことかっていうとですね、木林っていうこの少年の肉体をですね、僕がキリンという僕がですね、ちょっと今借りてるというか、まあその憑依しちゃってる状態なんですよね。だから木林っていう、まあ、本体の、まあ、この人間がいて、まあそこをちょっと乗っ取っちゃってるってことですね。乗っ取らせていただいている僕が、はい、キリンがですね。だからまあ中身とか今これ喋ってるのは誰かと言われると、まあ、キリンなんですね。でもこの人が誰かと言われると木林だったりするんですよね。はい、でこれ何言ってるのかがちょっとよく分かんないと思うんですけど、この秘密についてもですね、後々、明かしていこうと思います。ぜひ結構、楽しいことになってくると思うので、まあ、そこだけ覚えておいてくれたら嬉しいなと思います。こいつは木林、そして喋ってる僕は、キリンが喋ってますよっていう、まあ、そういう状態ですよということですね。はい、まあ後々に、どんどん明らかになってくるでしょう。はい、ということでお楽しみに。バイバイ。